皆さんごきげんよう。今回は自分の仕事の話、職場の話をしたいと思います。今月の、頭くらいから働き始めました。で、飲食店ですね。で、前にも動画でちょいちょい言ってるんですけど、だいぶね、コロナも落ち着いて、落ち着いたところか、僕が倉庫工場で働き出した時は、2、3ヶ月前で、その時は東京でコロナ1000人オーバーしていたんですよね。今はすごい少なくなったじゃないですか。で、ことと比例して世の中も求人が増えて、特に飲食店なんかも営業時間が伸びたりとか人手が足りないって感じで、すごい求人が多いんですよね。で、僕もその今のこの社会だったら頑張りたいな、ガツンガツン働こうかなって気持ちになりました。で、選べるんだよね、簡単に言うと仕事をね。で、倉庫工場やったのはそれしかなかったからやっていて、だいぶ、ね、労働者に有利になってきましたよね。で、すぐ飲食店をいくつか応募して、今入ったところは面接で採用されたところなんですよね。で、そこをもう 4、5回働きましたね。で、確かに社会復帰したのが3ヶ月ぐらい前で、その時はさ、繰り返しになるけど、コロナ1000人オーバーとかの時で、いい案件とかもなかったたんだよね、今思うとね。で、その中で、でも生きていかなきゃいけないから、働いたわけですよ。お金もなくなってきたし。でもやっぱ続かなかったんですよね。で、ホワイト企業もあったんだけど、やっぱね、あのタイミングでその募集してるところっていうのは、やっぱあんまり当たりがなかったのかなって今はなって思います。で、今のところがじゃあすごい当たりなのかっていう話になったら、それも正直わかんないです。ただ、今働いて、4回、5回働いたんですけど、その気持ちを話すと、意外といいところかなと思ってます。時給が1200円かな。研修だから今1200円もらえてないんだけど、で、交通費が結構規定があって、そこはあんまね、って感じなんだけど、賄いが無料で、良くて、で、休憩がないんだよね。で、それが、例えば自分の場合、朝の9時とか10時から働いて、夕方まで働くんだけど、ぶっ通しで7時間ぐらい働いてるんですよね。それだけ切り取ると、すごいブラックじゃないかとか、今のね、時代、コンプライアンス守れてない、そんな会社辞めた方がいいんじゃないかって思いがちかもしれないけど、僕もね、第三者だったらそう思うかもしれないけど、なんとか休憩がなくて普通な職場っていうか、そういう働き方をみんなしてるから、業に従えって感じで、意外とね、大丈夫なもんなんですよ。休憩なくても。ただ、忙しい。めちゃくちゃ忙しいし、あと仕事が結構ハードで厳しいですね。どっちかっていうとね、ほぼほぼなんかラーメン屋みたいな感じかな。しませーとか、ありがとうございましたーみたいな感じで。で、そういうなんか感じって分かんなくて、応募して、入ったわけですよね。もちろん、面接の時になんかそっち系かなとは思ったんだけど、そういう系でしたね。で、意外とね、なんか振り返ってみると、俺そういう職場で働いたことないなと思いましたね。もろラーメン屋的な感じの職場。結構ね、駅から近いところとかを探していたから、結果的にルミネとかミロードとかそのデパートとかそういう中で入っている飲食店で働くことが多かったんですよね。で、そういうところに入っている店っていうのはそういう「らっしゃいませ」とか、ね「お待たせしました」とかなんかガテン系のなんかノリっつうか、肉体労働的な飲食店ってないじゃないですか。だからなくはないけど探せばあるんだろうけどあんまりないと思うし、自分はそういうところであんま働いてこなかったんですよね。かといってね、すごいなんか帝国ホテルのサービスじゃないけど、なんか丁寧にね、なんかいらっしゃいませとか、すごい敬語と謙譲語を使い分けるような、そのホールの人が仕事しているような高級レストランとかでも働いたことなくて、中間って感じで働いてましたね、その中間から。で、今回はもろそういうところなんですよね。で、お前って言われるんだよね、その店長とか社員の人から。久しぶりにお前って言われたなと思うし、お前何回分かんだとか、結構ね、怒鳴られるの一歩手前みたいな感じで強く言われるんだよね。しくじるとね、しくじったりとか、なんかできてなかったりとかすると。で、細かくて、すごいうるさくて厳しいんですよ。でもね、最初はね、ちょっと面ぶれしたりとか、ひるんだんだけど、なんか、だんだん慣れてきた、それに。で、すごいね、その、メリハリがあるんだよね、その、店長とか社員の人が。仕事中のね、本気モードっつうか、その、混んでる時はそうなんだけど、それが終わって、なんかアイドルタイムっていうのはその、暇な時間のことを指すんですけど、アイドルタイムとかになると、結構、フランクに話しかけてくれたりとか、あと、
挨拶とかもなんかすごいちゃんとしてて心ある感じなんだよね。だから、あ、こういう感じのスタンスでこういう感じの人なんだっていうのが、まあ、分かりやすいんだよね、いい意味でね。で、まあ、めちゃくちゃ怒られるし、ちょっとね泣きそうにもなるんだよね、まあ、正直ね。俺結構ね、あの、不器用だし仕事覚えも悪いの、なんか頭で覚えることが苦手で、これがね、なんか例えばサラダになんかトレビスとなんかピクルスが 25g 25g 入って、その後に、まあ、塩を 5g かけるとか、そういうのをさ頭で覚えて実行しなきゃいけないことっていうのがなかなか俺覚えられなくて、あれとか、あとサラダの A と B ってあったとしたら A と B がなんかごっちゃになっちゃって、なんか全くそのメニューにないもの作っちゃったりとかね、まあざ、まあ、極端なこと言うとね、とかなかなかね覚えられないし、一回言われたことで例えば洗い物の置く場所とか、あの、ここだよって教わったにもかかわらず、ちょっと日にちが経つと、あれこれどこ置くんだっけなって、でもう一回聞いちゃったりとかして、それ前も言ったよなみたいなこと言われたりとか、まあ、するタイプで、とにかくあの何回も道を間違えてやっと道を覚えるっていうタイプなんだよね。ただ覚えれば強いんだよね。ただそのプロセスっていうのが自分でもちょっとコンプレックスっていうか劣等感でもあるんでね、物覚えが悪いし、順応するのに時間かかるタイプ。もちろんね、サクサクできる人っているから、まあ当然さ、教える方もさ、あの、こういうタイプなんだなって分かってると思うの、覚え悪いなと、サクサク、あいつはね、覚えられたんで、こいつはいちいちつまずくし、いちいち忘れるなとか、まあまあ、俺はまあ、でも、俺は自分でそういうやつだっていうのは分かってんだ。でもそうやって開き直ったりとか、強く言えることじゃないじゃん。なんか、結果的に迷惑かけたりとか、ね、そういう自分の不甲斐なさでもあるわけなんですよね。だから、すごい怒られんの。でもね、まあ、休憩もなく、まあ、ぶっ通しで、ね、あんだけ忙しい時間をすごいハードなわけで、すごい怒られるの。でも仕事が終わった後になんかお疲れ様でしたって言って、まあ、帰るわけじゃないですか。意外とねもやもやしないしネガティブな気持ちにならないんだよね。でも働いてるその最中はやっぱネガティブでめっちゃ怒られるし、だからやっぱね、まあ、言葉にすると臭いかもしれないけど、人と人の心と心っていうのは大事なんだなって思いましたね。で、まあ、分かりやすく言うとね、あの、多分なんだけど、まあ、俺こういうところで働いたことないんだけど、まあ、浅草とかにあるようなさ、あの、ビールの箱をさひっくり返してさ椅子にしてるようなところの居酒屋とかで、なんか個性がある、そのオーナーとか店長のカラーを出せるようなところかな、なんとかちゃんなんとかちゃんとか型にはまんない感じだから、あの、最近は本当なくなったんだけどさ、一昔前の飲食店、まあ自分が働いたところでもあったんだけど、暇な時間にあのキッチンでしゃがんでタバコを吸う人って結構いたんだよね。で、今はもう本当にこのご時世さ、店内でもタバコ吸えないから、そんなことしてる人って本当にいないと思うんだけど、だからそういうさ、あの、まあ、もちろん自分の今の店でもそんなことはしてないよ。でも、まあ、ノリとか感覚で言うと、あの、暇な時間にあの従業員がしゃがんでキッチンでタバコを吸うような感じの職場かなって思うんだよね、そういう感じの職場で。最初に何日か働いて、で、最初の1日目だけその、まあ、この時間、まあ、面接の時にね、あの、初日いつにしますかって言われて、で、あ、じゃあこの曜日この日にちで、じゃあシフト組むから1日だけ組んでもらったので、働くじゃないですか。で、働き終わったら、じゃあ次作るかって言われて、もう一回1日だけ組んだわけよ。じゃあ次の日、じゃあこの日、じゃあこの時間来てくれって言われて、で、その2回目クリアしたら、じゃあ次一気にまあバーってなんか半月分ぐらい決めたんですよね。で、その、だから要はこいつはまあ続くやつ、続けるやつなんだなっていうのが認定されたと思うので、あの、その職場時代のシフトが月に2回制なので、後半のシフトを出してくれやって言われたわけよ、11月後半。それはなんか LINE で言われて、 LINE もようやくね、なんかあの店のグループ LINE ってあるんでね、大抵今の時代そのシフトっていうのはなんかグループ LINE で出すっていうのが主流で、シフト発表もグループ LINE みたいな感じなんですよね。で、ようやく LINE の方もなんか呼ばれて、なんかお前はとりあえずうちの店の一員だみたいな風に認定された感はあるんだよね。それで、で、後半じゃあどうしようかなと思ったんですよね。 何日ぐらい働こうかな、もうあの工場倉庫の方が辞めているから、で、掛け持ちしようかなと思っていて、で、うんって考えて、すごいハードできつくて厳しくて、まあ、正直、まあ、ちょっと嫌なんだよね、働くことが今は嫌なんだよね、辛いって意味でね。でも嫌いかっ
って言われたら、本当に嫌だかって嫌なのかって話になったら、まあそんな嫌でもないのかもなって感じなわけ。まあまだ自分の中で、まあ、はっきりしないグレーな感じなんだけど、結果的にだから11月の後半は週5回の、まあ、フルタイムで仕事出したんだよね。もういいや、ここでもう逆にね、あの向こうもちゃんとガッツンガッツン教えてくれるし、なんか意地悪とかなんか変な理不尽な怒り方とかもしないし、正当性がある感じの怒り方だし、まあでもめっちゃ怒られるし、お前って言われたりとか、まあまあそれ仕事だからね、嫌なことはあるんだけど、なんとかちょっと逆に俺のがフェードにして、あのなんつうの、中に入っちゃえば、この火の中に入っちゃった方がいいのかなと思って集合出したんだよね。でなんかこの感じだともしかしたらだけど集合入れてくれそうな感じもして、まあ大変なんだけど、とりあえずあの集合働いてしっかり仕事覚えて、あとでまあ来月になったら仕事減らしたりとかして掛け持ちしよっかなとか思って、だから結果的にね、自分が集合働こうってまあ思えたから、あんだけなんかまあ嫌なこと辛いこと、まあそれは仕事だからついて回るものとしてまあ俺は数えてるわけで、まあ集合出したって感じで、もしかしたら今回は相性いいかもしれないし、もちろん俺も人間だからさ、その仕事の嫌なところマイナス面をなんか見ちゃって、そこが膨らんで辞めるかもしれないし、わかんないけど、まあ、とりあえずこんな感じだよっていうお話ですね。どうもありがとうございました。